ではここからは裁判の取材を担当した野平記者とお伝えしますよろしくお願いします野平さん改めてなんですがこの裁判の争点を教えてくださいはい。争点は渡部被告が犯人かどうかそれをどう証明するかですはい。検察側は被害者と面識のない渡部被告の指紋や DNA が被害者の家から見つかったことを軸に、はい、犯人は渡部被告だと主張していますはい 一方で弁護側は指紋や DNA は捜査の過程で警察が偽造、あるいは混入した可能性を指摘し犯人は他にいると主張しています、はい、初公判から今日まで1ヶ月近くが経っているんですがこれまでの裁判ではどのようなことが審理されたんでしょうか検、はい、察側は証人尋問で実に37人の証人を出廷させています。はい 指紋を採取した警察官や指紋鑑定官など、現場で見つかった証拠に関わる警察官や有識者を証人として呼び。弁護側が主張する不正の可能性を否定するための立証を行いました。はい。で、その結果、検察側が裁判で導き出した結論、どのようなものだったんでしょうか。はい、えー、こちら事件現場のイメージ図となります。はい。検察側は玄関の扉や冷蔵庫から渡部被告の指紋。 はい、そして被害者の肌着や遺体の下のタオルケットからはえっと毛髪や DNA が検出、はい、さらにテーブルからも血痕が検出されていると主張しています、はい、そして事件の犯人は玄関から侵入した後ベッド付近で滝田さんを殺害その後台所で 血を洗い流したと見ていてそう考えますと渡部被告の指紋や DNA が見つかった場所と犯人の行動経路は一致すると指摘していて被告が犯人であることに疑いはないと結論付けています、はい、で一方の弁護側なんですがどのようにして無罪を主張したんでしょうか。はい 弁護側は何者かが殺害を実行する前後に渡部被告が金品を奪う目的で滝田さんの家に侵入した場合であっても、はい、現場から指紋や DNA は検出されるため、はい、見つかった証拠だけで被告が滝田さんを殺害したとまでは言えないとして無罪を主張しましまた、はい、それでは今月28日の判決のポイントを教えてください。はい 一昨とやりました被告人質問では渡部被告は一貫して黙秘を貫いていて、はい、これまでの後半の中では遺族が涙ながらになぜ殺されないといけなかったのか真相を知りたいと訴える場面もありました事件について被告の口から何も語られないまま一連の審理が終わる中検察側弁護側の相反する主張を裁判員がどのように受け止め判断を下すのか注目されます、はい、ここまでは野平記者とお伝えしました